チアトゥラは、ジョージア国のイメレッティ州にある都市。人口は1989年でおよそ3万人、2014年でおよそ1万2803人。地名は、ムシという意味で、同国の著名な作家、赤キツェレテリがその曲がりくねった街路から発想を得て、命名した。首流しの盆地に位置し、標高は150メートルほど。 1879年からコーカサスにおけるマンガン採掘の中心地となっており、産出されたマンガンは鉄路でゼスタポニの鉄合金工場に運搬される。セレテリ国立劇場、学校が10校、グルジア技術大学の学部、10世紀から11世紀にかけ築かれたムグビメビ大聖堂などがある。26のロープウェイが市民の重要な足になっているほか、 マンガン採掘用の50以上のロープウェイがある。1877年に市街近くでマンガンの地下鉱山が解散したが、1990年代に国営鉱山企業のチアトゥラ漫画のみが破産を宣言し、2004年にロシアのエフラズホールディング社に1250万ベイドルで売却された。第一次世界大戦までは、チアトゥラは世界シェアの4、5割を算出する。 世界最大のマンガン採掘地であった。1879年以降は鉱山を、オーバーハウゼンの良い希望のロッジ、フリードリヒクルップ AG、ゲルゼン・キルフィエン・シャルケの鉱山、精錬所組合、ゲルゼン・キルフィエンの鉱山株式会社、ハンブルクの白人鉱山協会などのドイツ資本が独占したため、産出されたマンガンはほとんどドイツで消費された。 10月革命後も、ロシアとグルジアの重工業を支えたが、現在はほとんど枯渇している。1924年8月28日から始まった、グルジア8月の乱では、ボリシェビキの支配に対して、コーカサス南部の諸都市の中で最後まで抵抗した。1992年、チアトゥラの電気、ガス、水道は、崩壊状態に陥った。うち電気は2004年に復旧したが、 ガスと水道は依然として普通で3日から5日ごとに30分間水が流れるぐらいしかない。そのため飲料水は市内の噴水から汲み取ってくる必要がある。近代的な住宅、果ては高層ビルまでもが暖を焚き木ストーブで取っている。このような不便な生活により人口は王子から半減した。ありがとうございます。